ところが、どっちに行ってもなんかダメだし、どうしたらいいか分かんない、どうしようどうしようって常に外側に意識が行ってると、自分が分からなくなってくるわけ。自分の声が分からないんですよ。自分はどうしたいんだろうってでも分からなくなってきちゃうわけですよ。これがダブルバウンドの怖いところなんです。ダブルバウンド。こんにちは、心理栄養音楽療法の浜翔子と橋本翔太です。今日お話したいことはダブルバインドの2本目の動画です。すごく大事な動画です。前回ダブルバインドのお話しましたね。二重拘束、簡単に例を説明すると、まあ、一応前の動画見てくださいね。でも簡単に例を説明すると、例えば会社であなたの上司があなたに対して分からないことがあったら何でも聞いてねっていう、だからあなたが会社の上司に聞きに行きました。そしたら上司が、ねえ、なんでこんなこともさ調べないで聞いてくるの、事前に調べれば分かるよねって言って怒られた。だから、あ、そうかと思って、次からは自分で調べて自分なりに作って、まあ、企画書なんかを持ってった。そしたら上司に、あのさ、分かんないとこあるんだったら聞いてよって、こんな自分で調べてさ、こんな中途半端なの持ってこられても困るんだよね、ちゃんと聞いてねって言われる。つまり聞きに行っても怒られるし、聞かなくても怒られるし、どっちに行っても怒られるってやつですね。なんかもう適応障害とかを起こしてしまう、あの典型的な例です、これって。こういう環境下にいるとね、どっちに行っても苦しい、どっちに行っても怒られる、どっちに行っても苦しい思いをするっていう、これダブルバインド、二重拘束です。家の中での例として前回お話ししたのは、母親が子供に対して、いい？正直に言ったらね、怒らないから正直に言ってごらんって言われた。だから子供が正直にお母さんに言った。そしたらお母さんが、あんたね、なんでそんなことするの、これ何回目、もうダメだよね、しちゃダメって言ったよねって言われた。怒られた。正直に言ったら怒られた。あ、そっかと思って、じゃあ子供は次からもう言わなくなります、お母さんに。嘘をつくようになりました。そしたら今度お母さんが、ねえ、正直に言ったら怒らないって言ったよね、なんで嘘つくの、なんでそういうことするの、怒られる。結局正直に言っても怒られる、嘘ついて正直に言わなくても怒られる、どっちに言っても怒られて辛いってやつですよね。これもダブルバインドです。子育てにおいてはこのダブルバインドをやってるお母さんすごく多いです。自分の気分感情によってコロコロ変わっちゃうタイプね。これは子供がすごく混乱するし、子供自身が追い込まれる原因になります。今日お話ししたいのはここからが本題なんですけれども、その家庭内におけるダブルバインドによって、お父さんとお母さんの両者からダブルバインドをかけられてしまうってことがすっごく多いです。私の例を話しますと、私の母親というのはですね、私にとにかく勉強を頑張ってほしくて、あの学校でもね、一番になってほしいタイプだったんですよ。何をしてたかっていうと、彼女は自分の無価値観を息子が成績優秀になることによって埋めようとしたのね。つまり成績優秀だとさ、あの担任の先生からも、あの翔太くんは成績も良くて勉強頑張ってて、お母さん素晴らしいですねなんて言って先生からも褒めてもらえたりとか、世間からも子供がすごいって言われると母親自身の無価値観が埋まるわけよ。だから母親は何としてでも勉強をやらせるタイプでした。で、まあ、父は途中でね、あの倒れて亡くなってはいるんですけども、子供の頃から、あのね、父はね、逆に私が成績が良かったり、こういい子で先生から褒められたりするのがなんかこうね、嫌っていうかね、イライラするっていうかね、嫉妬するタイプだったんですよ。要はね、こう俺を超えるなって感覚なんだけども、父親でね、無価値観がすごい強い人なの。だから息子がいい出来だったり、できる息子だったり、勉強できたりすると、息子に対してこの憎しみが湧くんですよ。自分の無価値観が刺激されて、俺はダメなのに息子はこんなにできる、それが許せないって感覚ね、その感覚があるわけ。だからそうするとね、これがダブルバインドになって、私が成績いい成績を取ると、父親がこうなんかね、ちょっと嫌そうな成績表を見てね、なんか嫌そうな顔してみたりとか、あとはその絵を描いてね、なんかこう金賞を取ってみたりとか、あるいはこうとにかくこういい成績、100点の答案なんかを持ってきますよね。お父さん100点取ったよって持ってきますよね。そうすると、はいはい、うちのお坊ちゃまは大変よろしい出来でございますねみたいな言い方をするんですよ。嫌味な言い方をするのね、うん、
だから結局何が起きてるかっていうと、その100点の答案を見たり、こういい子な息子に対してその様子を見てると、俺はダメなんだって感覚 が強調されて感じてしまうから、それが嫌なんですよ。だからうちの父親はこれ、ね、私ができないとか、ちょっと落ちこぼれな感じの方が喜んでたのね。で一方母親はもちろん勉強ができなかったり、点数のテストが悪かったりしたら激怒するわけですよ、怒るわけですよ。なんでかというと、そんな出来の悪い息子の母親でいたくないからね。出来の悪い息子だったら自分の子育てが失敗したことになるから、そんなことしたら母親の無価値観が刺激されますよね。それは嫌だから、絶対に勉強でいい成績取れてないわけですよ。そうすると、はい、ここで、はい、ダブルバインドができました。勉強ができていい子でいると、父親から怒られたり無視されたり嫌味言われたり、つまり父親から大切にされない、愛してもらえないという状態。ところが、じゃあ父親の意向に沿ってこうちょっとバカやってみたり勉強できなくなると、今度母親から怒られる、母親から大切にしてもらえない、母親から愛してもらえないっていう状況が生まれるわけですよ。これ完全にダブルバインドなんです。どっちに行っても苦しいよね。勉強ができたらお父さんから愛してもらえない、勉強ができなかったらお母さんから愛してもらえない。まあ、結局ね、共通してるのは、そのままの私でいていいよっていうメッセージは一つももらえなかったってことなんですけれども、これ強烈なダブルバインドなんですよ。どっちに行っても苦しいし、どっちに行ってもどっちかからは愛してもらえないしっていうね、状態。で、こういうダブルバインドを子供の頃から持ってる方っていうのはね、意外と多いんですよ。お父さん、お母さん、それぞれで言うことが違って、どっちかの話を聞いたらどっちかから怒られるってやつね。これ皆さんも経験ないですか？で、このダブルバインドが実は大人になっても体の中に残っていて、今現時点での自分の、人生に影響が出てることってすごく多いです。すごく多いです。で、これがね、怖いのね。まあこれは成人してからももちろんあって、例えば母親が早く結婚しなさい、早く結婚しなさいっていうようなタイプだとして、お見合いが進んでね、この人ともう結婚するぐらいになってきたら、この父親が毎回のように、いやーなんか俺はそいつは気に入らないみたいな感じで、いつも止めに来るみたいな、こういうパターンもありますよね。これもダブルバインドなんですよ。結婚しなかったら母親がおろおろするし、でも結婚が進んで結婚できそうになると、あるいは結婚してしまうと、今度父親がなんかああだこうだ言ってくる。そこで何が起きてるかっていうのは別としてね、心理的にそれぞれ何が起きてるかっていうのは話は別としても、これもダブルバインドですよ。ね、どっちかに行ったら結局どっちかから攻撃される。なんか悪く言われるっていうね。どっちかからも祝福されないっていう状態です。どっちを選んでもどっちかからも祝福されない。で、苦しいわけです。選べないわけです。だから結局そうやって結婚しないまま、どうしたらいいかわからないまま年がね、過ぎていっちゃうみたいなこともあるわけですよ。大切なのはね、自分の声が聞こえなくなっちゃうの、そこにいると。つまり私の場合、勉強するしないっていうことが自分の声じゃなくて、お父さんお母さんそれぞれに対して自分はどうしたらいいんだろうっていう、自分がない場所での選択の癖がついちゃうわけですよ、そこで。だからそこで自分を生きる感覚が失われていくのね。これが怖いんです。これを取り戻していかなきゃいけないわけですよ。父親が何て言おうが、母親が何て言おうが、不機嫌になろうが、怒られようが、大切にしてもらえなかろうが、僕はこの道を選ぶんだ、僕はこうしたいんだって選んだものが、それがあなたにとっての、あるいは私にとっての自分の人生を生きる、そして自分が自分で選んだ選択ってことになるわけですよ。ここを選べればいいんだけども、子供の頃っていうのはお父さんとお母さんがとにかく大事で大切にしてもらいたいわけ、みんな誰でもね。だってお父さんお母さんに見放されたら生きていけないっていうのは動物的な感覚であるからね。だから絶対見放されたくないから、愛してほしいから、なんとかしてお父さんとお母さんの顔色を伺いながらね、こうお父さんとお母さんが喜ぶような選択を子供ってするんですよ。ところがどっちに行ってもなんかダメだし、どうしたらいいか分かんない、どうしようどうしようって常に外側に意識が行ってると、自分が分からなくなってくるわけ。自分の声が分からないんですよ。自分はどうしたいんだろう、自分は勉強したいのかしたくないのかって、それすらも分かんなくなってきちゃうわけです。自分は結婚してるのかしたくないのかってのも分からなくなってきちゃうわけですよ。
これがダブルバインドの怖いところなんです。ダブルバインドの第1話の動画では結局セールスとかね、何かを販売するときにこのダブルバインドってよく使われますよっていうふうに言いましたよね。あえて2択しか出さない、3択目は見せないっていうねやつ、ここでにおけるダブルバインドの怖いところは、お父さんとお母さんどっちを選んでも苦しい、どっちを選んでも何か言われる、どっちを選んでもどっちかからは愛してもらえないって場所に翻弄されてると自分の声が聞こえないんです。自分の声、自分が選ぶ人生、自分が選びたい選択っていう第三の声が聞こえなくなってきちゃうんですよ。だってそこでもしも自分の声、第三の声が聞こえてしまったら、お父さんからもお母さんからも見捨てられてしまうって恐怖があるわけだから、自分から蓋をするんですよ、わざわざ子供の頃に。その癖が大人になっても残っているから、自分がどうしたいか分からないって方がすごく多いです。でね、そういう方がわざわざ親元を離れたのに第二の親を探すのね。なんとか先生に選んでもらいたいとか、なんとか先生に相談してもらって、なんとか先生に決めてもらいたいとかね、あれ占いにはまってみたりとかね、結局親以外の誰か自分を支配してくれる人を探して、その支配下に潜りたがるって方がすごく多いんです。でもね、それをやっててもずっと人生良くならないんですよ。自分はどうしたいのか、自分はどうしたいのか、自分の声は、自分の心の声は、そこに戻していかなきゃいけないんです。ただそれが聞こえるようになるには、まず自分はダブルバインドの中で苦しんでたなってことに気づいてね、そこを受け入れていかなきゃいけないです。もちろんこれは心理セッションね、利得のセッションとか、あるいは栄養療法とかサプリメント、食事でもだいぶ改善してきますよ。気づきは深まりますけれども、まずね、今日この動画を見たあなたは自分の中で考えてみて、子供の頃、あるいは今もお父さんとお母さん、父親母親との間の板挟みで、こっちを選んだら母親が怒る、父親を立てたら母親が怒る、母親を立てたら父親が怒るみたいなねことって経験としてないですか？そういうこと子供の頃ありませんでしたかってこと。例えばなんかこうさ、ちょっと熱出しちゃってさ、自分としては元気なんだけどもちょっと微熱がある、そうするとお母さんはダメでしょ、寝てなさいって言われる。ところがお父さんはそんな、そのぐらいの熱で子供だったら遊んでる、治るんだよ、外行って遊んでこいなんて言われてね、そうすると外に行って遊んだらお母さんから怒られるわけですよね、ところが家の中で寝てると、今度お父さんが、なんだお前情けないな、そのぐらいの熱で、俺だってな、子供の頃そのくらいだったらな、遊びに行ってたぞとか言われて、こういうのってね、何かしら小さいストーリーで皆さんあったりするんですよ。そういうのって子供本当に困るわけよ。子供としては素直にお父さんとお母さんの意見を聞いて、お父さんとお母さんが納得してくれる、喜んでくれる選択をいつでも選びたいのに、もうなんかね、そのどっちを選んだらいいのってなっちゃうわけですよ。でこれをやってると子供は本当に自分の人生生きるっていう感覚が分からなくなってきます。だから私別動画でお話ししましたけども、絶対に子供に対して、その例えばお母さんが旦那ね、父親の悪口を言うとか、そういうのやめてくださいってお話ししてますよね。あれもダブルバインドになってるからなんですよ。あ、その動画はぜひね、別動画なのであるので見てくださいね。親が子供に身内の悪口を言ってると、子供は自分の人生が生きられなくなります。自分の感覚が分からなくなります。だって子供ってね、基本的に誰でもお父さんとお母さんが好きなんです、生まれた時から。もうそれは動物としてそういうもんなんです。ところが大好きなお母さんから大好きなお父さんの悪口を常に聞かされてると、自分の感覚が間違ってるのかなってなってくるわけよ。あれ、なんか自分がおかしいのかなってなるわけで、お母さんの味方してあげないとお母さんかわいそうとかね、そういう感覚があると、自分のお父さん好きって感覚に今度蓋をし始めるわけ。そのあたりから自分の感覚が分からなくなるんですよ。自分の感覚が分からなくなると自分の人生生きられなくなってきます。これもダブルバインドの一つなんです。実は本当は子供としてはお父さんも好き、お母さんも好きけれども、お父さんのことを嫌わないとお母さんから愛してもらえないっていうダブルバインドね。これどっちに行っても苦しいんですよ。お母さんの味方をしてお父さんのこと嫌いって言ってるのも本当は苦しいのね。でもお父さんのこと好きって言ったらお母さん悲しませちゃうみたいな感じで、どっちに行っても苦しいんです。これ、こういうね、ダブルバインドにさらされていると自分の感覚が分からなくなるんですよ。だからこれは
自分で大人になった今気づいていかなきゃいけないです。気づいていかなきゃいけないです。どんなダブルバインドが自分の中にあるんだろうってことね。どんなダブルバインドが自分の中にあるんだろうってことに気づいて、それを一個一個ほぐしていくと生きるのが楽になっていきます。なのでね、皆さんも子供の頃あるいは大人になった今でもいいですよ、両親からどんなダブルバインドかけられてるのかなってことを考えてみてください。でこれは別に片方の親が亡くなっていたとしても、子供の頃の感覚が残っている限りは解決にならないですからね。例えば私の父親も早くに亡くなってますけれども、亡くなってるからじゃあダブルバインドが解けてるのかって言ったらそうではないんですよ。子供の頃の感覚が残ってる、そっちに問題があるからね。だから素直にまず解決のプロセスの一つとしてはね、子供の頃にこういうことなかったっけなっていうふうに考えてみてください。でそこに気づいたら、まずはその板挟みで苦しかったなって素直に認めてください。でその上で今私はどういう選択を取るかなっていうふうに考えてもらいたいんです。例えば私だったら、私は今勉強したいから勉強するけど、これはお母さんを喜ばせるためにやるわけじゃないから、自分が勉強したいからやるんだよっていうことね。でお父さんに対しては、お父さんさあって、俺が出来が悪かったらあなたは気分いいかもしれないけど、それでお父さんの問題って解決するの？お父さんの無価値観っていうのは自分で埋めなきゃいけないんじゃないの？そんな俺に嫉妬するんだったら、お父さん自分で頑張って自分の人生もっとより良くできるようにお父さん頑張りなよっていうふうに言う、今の私だったらね。そうするとダブルバインドが断ち切れるんですよ。そこで感覚としてね、要は第三の選択でしょ今私がしたことっていうのは、お父さんとお母さん、父と母の間に挟まれて、おろ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 するんじゃなくて、私はこういうスタンスです。そしてそれはあなたたちの問題ですよね。私は知らないよ。私は自分の選択をします。これがダブルバインド断ち切ってね、自分の人生を生きる選択ってことの、まあ、例としてね、今挙げましたけれども、こういうことができてくるようになるとね、人生生きるのがすごく楽になってきます。でもちろん栄養療法サプリメントも役立ちますし、心理リトクセッションもね役立ちますけども、まずは自分で考えてみましょうね。この動画に限らずね、皆さん何度も動画見てみてください。脳とか無意識っていうのは、こう聞きたくない言葉、気づきになってしまうような言葉をね、無意識にカットするんですよ。だからね、3回4回聞いた時に初めて腑に落ちるってことがあるので、ぜひ1回だけじゃなくて何度も聞いてください。そして他の動画もね、これ私に関係ないなと思うような内容でも、ぜひね、私のチャンネルの動画ね、ご覧いただけたらと思います。その中にね、意外なヒントがあったりするんですよ。全部つながってるからね。なんでね、他の動画もね、見てみてください。自分のためにね。こんな話をね、またしてきますので、いいね、それからチャンネル登録ね、高評価ボタンなどね、お待ちしております。よろしくお願いします。それから友達にね、この動画良かったよなんていうふうにね、教えてもらえるとすごく嬉しいです。じゃあまた動画でお会いしましょう。今日はダブルバインドのお話でした。